久保さん。やっぱ久保さんの切り口はまあまあ多分,多分話せないですね。僕もちょっと今回の話はね、久保さんしか話せないのかなと思いますね。まあ今回歴史ですかね。まあ多分ね、300万年とかね、1億光年とかね。まあ、1億光年ってどれぐらいあるのかわかんないですけど、1兆光,光年、何とか光年とか。そのクラスで考えたら人間がやってることすべてゴミですね。ゴミというか何も気にしなくていいっていう、多分。地球の 多分そ,のそれぐらいの歴史までこう多く含めると多分まあ人間がいくら何,や何しようがね人間みたいな、ね、地,球のパワーくら地球のパワーから比べるとうーんまあ分かんないでしょあの人類が本当に進化して昔ねあの「アルマゲドン」っていうね映画があったんですよ でその宇宙宇宙にねこうみんなで飛びた僕はあれ3回アル,アルマゲドンだかなあの見て映画館で見たんですけどなんかああいう,ああいう星がね地球に落っこってくるもう、まあ、人類がもうなんだろうな進化してねなんか病でねなんか破壊できたりとかまあそもそもボタン1個押せば地球そのものを破壊できるとか もう全部でしょ一気に消滅させるっていうボタン1個押せば地球全体を宇宙から抹消することができるぐらいのエネルギー量っていうのを人間が作れたとするならばまたそこはちょっと変わってくるかもしれないですねでもそれは今度物の見方を変えると <laughs> 宇宙の歴史っていうところで見ると別に地球がなくなっても宇宙なくならないしじゃあ宇宙をなくせるのかっていうところで <laughs>。 だからこれ本当にどの視点でどのど,どこを切り取ってどう見るのかですよね宇宙から見れば地球の星なんかもこんなちっちゃいもの出したりなんから本当ねこのものの見方切り取り方で全然その解釈だったりとかつ伝えられる内容って違うかなと思いますねうん面白いですよねそうだからまあこの億万長者歌手は無限ですよねそう無限だな まあそうは言っても僕が見ているものは、まあ、僕はその地球の話をするならば、まあ、汚い海を見るとねなんか嫌な気持ちになるんですよ。うんまあ、僕はまあ捨てないですけどもその,その意図的にねなんかそのうう海にね缶を意図的に捨てるとかはしないですよ。意図的に捨てなかったとしてもそれも切り口を変えると粗大ゴミも出すんでその粗大ゴミがね あのゴミ収集車がその埋め立て地に海,海に海を埋め立てて埋め立て地に <laughs> 素材ゴミ入れてるわけですから自分は直接は缶をね海に投げてないかもしれないけども、まあ、その素材ゴミは周り、ま、業者を回って回って自分が捨ててんだけどもその見,見,えないと見えないところというねそう,そういうところに海に埋められてるっていう事実もあって <laughs> うんなんか弁解しようがないですよね。 だけどな、なんか嫌ですよね。うん、なんかその、なんかその、防げるものは防げるとか、なんかそういう、そういうことですよ。なんかゴミがあるとかね。かそれは別にそこに捨てなければ、ゴミ箱に捨てれば、そこの、汚くはなんないじゃないですか。うん。でもそれも都合のいいところだけ切り取ってるだけであって、うん、難しいっすね。うん。 だから自分の歴史をどう作っていくのかもまあどういうふうに世の中を見てるのか自分の過去未来どういうふうに見ていくのかによっても多分自分の歴史が変わるし地球の歴史もどのような見方でまあ実際事実としてはあるんだけどその歴史の切り取り方によっては受け取り方も違うし考え方も変わるだろうしうん、まあ、面白いですねこれはね。 考考ええればるるほど答えが無限像にあるのででその無限像にある答えの中から自分が生きていく上でどういう答えをチョイスしていくのかどういうヒントをチョイスしていくのかっていうことでしかないですからうーんまあいずれにせよ久保さんも僕も死ぬんでまあ、結局死ぬと死ぬのにねこんなやり取りをしてると <laughs> 意味あんのかとどうせ死ぬのにね 喋ってる意味あんのかとね。そもそも講演してる意味あんのかと。どうせ死ぬのに。<laughs> どうせ死ぬのに講演してる意味あんのかみたいなね。<laughs> まあ意味なんてないんですけどね。いってらっしゃい。